ということで、わかったかね、レイジ君。おい、もしもし。ちゃんと聞いているのかね、レイジ君。おい、ユーノ、そっちはどうなってる？大変だよ。レイジ君軽くトリップしちゃってるの。オーバーヒートでレイジ君の頭から湯気が出てる。ユーノ、水だ。水をかけるんだ。頭から水を、いや、ダメだ。そんなことをしたら大切な新世界ゴーグルが壊れてしまうではないか。でもこのままだとレイジ君が壊れちゃうよ。はあ、もうしょうがないな。レイ！なんだ？あれ、ユーノさん。わあ、レイジ君が帰ってきた。よかった。もうユーノすっごい心配しちゃったんだよ。はい、ただいまです。あって、あの、僕どっか行ってましたっけ？おいおい、覚えてないのかい？しっかりしてくれたまえよ。どこかに行ってたというか、行っちゃってたというか、ある意味行きかけてたのだよ、君は。ま、それも若さゆえの暴走というものだがね。そうそう、勝手に行っちゃったらダメだよ、レイジ君。行くときはちゃんと行くって言わないとね。ユーノ、今のはなかなかグレートフルなセリフだ。80点をやろう。バーイ、ユーノ80点もらっちゃいました。次は100点満点目指します。いや、100点目指しちゃダメですから、ユーノさん。いうか、オワリさんも変態発言は控えてください。それにグレイトフルってすごいって意味じゃないですからね。念のため。レイジ君、随分と威勢がいいじゃないかい。仕事中に行きかけてた男のくせにさ。あの、背中がとても冷たいんですが。だってユーノがこれ全部かけちゃったんだもん。まだちょっとしか食べてなかったのに。全部かけちゃったって、それどう見てもかき氷じゃないですか。そうだよ、せっかくのイチゴ&メロンのスペシャルブレンドだったのに、レイジ君を助けるために涙を飲んでぶっかけました。ああ、どうもすみません。後で弁償します。ちなみにスペシャルブレンドのポイントはイチゴとメロンの割合が3対3なんだよ。ここだけの話だけどね。
にかく君はあまりの暑さに気を失いかけていたというわけだよ。新世界ゴーグルの路上実験中にね。どうやらそうみたいですね、終わりさん。そちらは冷房の効いた事務所の中だからいいでしょうが、こっちは30度を超える炎天下の中なんですよ。危うく熱中症になりかけてるじゃないですか。僕、この新世界ゴーグルってめちゃくちゃ危険な代物だと思うんですけど。しまってね、体感温度で言えば40度は超えているよ。安心しろの意味がまるでわかりませんが、というかエアコン壊れたんですか？クーラー壊れちゃったの？まだ7月なのに。やだな、基地に戻りたくないな。この世に灼熱地獄というものがあるとすれば、我らジャッジメントセブンの基地こそそう称するにふさわしいとだけ伝えておこう。何にせよ事務所にいてもここにいてもどこにいても暑いってことは分かりました。 NO! 事務所ではない。ここはジャッジメントセブンの最前線基地である。何度言えば覚えるんだね君は。はいはい、最前線の基地って言うくらいならせめてエアコンくらいは直してくださいよ。でも夏だから暑いのは仕方ないかな。寒い夏よりはいいと思うんだ。だって寒いとかき氷も美味しくないからね。そういうことだレイジ君。ということで君が意識を取り戻したのであれば、より本格的な実験を開始させてもらうとするよ。倒れない程度に頑張ります。レイジ君、ファイティングだよ。ユーノがうちわで仰いであげるからね。プレイプレイレイジオレイジ君、そっちの視界はこちらでもモニター中だが、君さっきからユーノの胸ばかり見すぎじゃないかね。そんなことはありません。とにかく目立ちまくってますので、さっさと実験を開始しましょう。それではこれより新世界ゴーグルの機能検証実験を開始する。ワールドプログラムスタンバイ。ここからがお楽しみの本番タイムだよ。プログラムの方は受け入れ準備バッチリだからね。あとは君のボイスコマンドで立ち上げてくれたまえ。ボイスコマンドですか？なんか回りくどくないですかそれ。そちらから操作して起動できないんですか？お
ない。君にはロマンってものが欠如しているようだね。この手のフルフェイス型のデバイスにおいて、ボイスコマンドによるプログラム起動はお約束中のお約束。おお、そんなもんですかね。それで、なんて言えばいいんです？チェンジ・ザ・ワールド。それが、ワールドプログラム起動のボイスコマンドだ。さ、叫びたまえ。さあ、レイジ君、シャウトだよ。チェンジザワールド。おいおい、声が小さいよ、レイジ君。それに、なんだか迷いすら感じられるではないか。もっと自分を解放し、腹の底から叫んでくれたまえ。チェンジザワールド。すごい。新世界へようこそだ、レイジ君。ワールドプログラムの起動を確認した。引き続きメニュー用のボイスコマンドが正常に機能するかを実験しよう。さあ、レイジ君、今度はメニュープリーズと叫んでくれたまえ。メニュープリーズ。よし、メニューは無事に開いたようだな。次はカーソルを移動させてみよう。もちろんこれもボイスコマンドだ。はあ、まあそうでしょうね。それで何て言えばいいんですか？上だ下だと言えばいい。カーソルをモニターの右上まで移動させた後、今度は左下まで移動させてくれたまえ。上、右。ああ、違う、上じゃない、右だって。ちょっと終わりさん、これめちゃくちゃ操作しづらい仕様なんですけど。そりゃそうだろうね。本来であれば、新世界ゴーグルに内蔵している脳波センサーでカーソルを操作する設計だからさ。よし、いいぞ。そこで一言、あーそこそこ、いい感じと叫ぶんだ。何なんですかそれは。いわゆる決定のボイスコマンドだ。ちなみにキャンセルのコマンドは、そこはダメよとなっている。どうしてそんなセリフみたいなボイスコマンドなんですか。それに、なんだか聞き方によっては卑猥だし。もちろん、その新世界ゴーグルを女の子がつけた時のために決まっているじゃないか。慣れない操作に戸惑いながら、先ほどのボイスコマンドを口にする。想像しただけでご飯が3杯はいけそうだ。君の声では正直少しのリビドーも湧かないが、それでも大切な実験だからね。熱く激しく感情を込めて叫んでくれたまえ。あー、そこそこいい感じ。そこはダメよ。自分を解放できたじゃないか。ボイスコマンドの実験はこれぐらいにしておこう。ありがとうございます。ん？
どうして俺が礼を言われるんだい？いえ、こっちのことです。それで次の実験は？うん、そうだな。次は匍匐前進でもやってみようかね。はあ？頑張るではないか。さすが W.O.R.L.D だね。はあ、どうも。レイジ君、グッジョブだよ。ありがとうございます、ユノさん。それでは少し休憩した後、実験の後半戦に突入しようじゃないか。ちょっと待ってください。今日はもうこれぐらいにしておきませんか。ほら、終わりさんだけに終わりにしようなんて。ん？正直、体力も気力も限界なんです。もう勘弁してください。君、この俺が頑張ってくれる君のために何のご褒美も用意していないと思っているのかい？ご褒美？このとびきりのご褒美を見れば疲れも吹っ飛ぶこと間違いなしだよ。 X モード起動。これは、オワリさん。ワールドプログラムを使って取り込んだ風景をリアルタイムに加工して君に見せているのさ。だが、君へのご褒美はこれだけではないのだよ。さあ、その目を見開いてユーロの方を見るがいい。これぞ世界を書き換える世紀のプログラム、ワールドだ。どうだ、素晴らしいだろう。素晴らしかです。何が素晴らしいの？ユーノにもちょっと見せてよ。おお、我ながらこれはなんというけしからんことに。レジ君、もっと近づきたまえ。あ、終わりさん、スクショ撮ってますね。それはダメです。さすがにユーノさんの肖像権の侵害です。それにぶっちゃけずるいですよ。おいおい、誤解しないでくれたまえ。これは貴重な実験データなのだよ。後でじっくりと画像を検証しなくちゃだしね。聞こえましたよ。今ムフフって笑いましたね。 100% 横島な気持ちじゃないですか。2人で盛り上がっててずるいずるい。ユーノにも見せてよ。さて、もう十分だろう。ご褒美の時間は終了だ。
安戦を頑張ってくれたら、さらなる新世界を見せてやろうじゃないか。ビキニなんてどうだ。猫耳コスナってのもあるぞ。わかりました。午前0時、最後まで付き合います。さあ、どんどん行きましょう。よくぞ言ってくれた、レイジ君。それでこそ、ジャッジメント7期待のホープだ。では、実験の後半戦を始めるとしよう。とりあえず、適当に踊りながらその界隈を一周してもらおうか。お、なんだこれ。オワリさん、おかしなことになっちゃってますよ。何？ワールドプログラムが暴走だと？負荷テストじゃ一度もこんなことは。ちょ、オワリさん、何も見えなくなっちゃったんですけど。なんだ、これは。あれは、ユウノさん。気をつけて。気をつけて。もうすぐ世界が始まるから。気をつけて。もうすぐ世界が始まるから。意味がここにあるとして、もうすぐ
ジ君、レイジ君。あれ、ユーノさん。どうしたの、レイジ君。大丈夫？ユーノさんこそ大丈夫ですか？さっきひどい目に遭ってたじゃないですか。ひどい目？ユーノは別になんともないよ。なるほど、わかりましたよ。さっきのはオワリさんが用意した画像データってことですね。あれも拡張現実の実験ってやつですか？なるほど、確かにすごいですよ。いきなり浅草がめちゃくちゃになってるし、ユーノさんたちはビルに貼り付けにされてるし、いきなり世界が終わったのかと思いました。おいおい、レイジ君、さっきから君は何を言っているんだい？そんな画像データなど俺は表示させていないよ。白昼夢でも見ていたんじゃないかい？レイジ君、やっぱり頭がオーバーヒートしちゃったんじゃないかな。まあ、ずっと新世界ゴーグルをかぶっていたわけだし、意識が朦朧としてきてもおかしくないかもしれないね。それにしても白昼夢でユーノを貼り付けにとはね。まさかレイジ君は高速プレイがお好みだったなんて。うん、なかなかいい趣味を持っているじゃないか。ちょっとオワリさん、変な誤解しないでくださいよ。断じて違いますから。そんなに否定しなくってもいいじゃないか。夢には心の中で強く思っていることが現れるというからさ。そういえば結局プログラムがおかしくなった原因は何だったんですか？さあ、それについては検証してみないとわからないね。暴走して強制終了したみたいだが、俺のプログラムが暴走するなんて理論的にありえないんだがな。ともかくこんな状態では新世界ゴーグルを使っての路上実験は続けられそうもないね。とりあえず基地に戻っておいでよ。もっともここも灼熱地獄であることに変わりはないがね。実験終わりなんだね。ご苦労様だよ。あ、はい、ユーノさんもお疲れ様でした。世界さん戻ってこいって言ってたよね。それじゃ一緒に基地に帰ろっか。お、はいはい。もし、あれ、お姉ちゃん、どうしたの？レイジ君、ごめんね。ユーノ一緒に基地には帰れなくなっちゃいました。お姉ちゃんのとこに行かないとなの。ああ、そうなんですか。どうぞ、僕のことは気にしないでください。一人で帰りますから。ありがとう、レイジ君。それじゃ、またね。
気をつけて。もうすぐ、世界が始まるから。ナンバーゼロの機関か。どうしたナンバーゼロ、まるで異世界ノバークに紛れ込んだ冴えない普通の大学生のような顔ではないか。どうしたゼロ、まだ意識がアッシャー界に定着しきっていないようだが、魂定着の儀式が必要か。いやいや、僕の意識でしたらもう18年も前からこの世界に定着してますから、ご心配なく。それにゼロって何なんですか。そんな恥ずかしい名前で呼ばないでくださいよ。ふんふん、人には二通りの名前があるのだよ。神の計画書に記された戦士としての名前と、そして前世から受け継いだ魂に刻まれた名前だ。両親からもらった名前はどこに行っちゃったんですか。おお、さすがラノベの主人公のような的確なツッコミ。血は争えんというわけか。だから何の血なんですか。うちの両親は普通のサラリーマンと主婦ですよ。いずれわかる。たとえお前がそれを拒もうが望まなかろうが、いやでもその時が来る。拒もうが望まなかろうが、それって同じ意味ですよね。いやおうなしってことですか。っていうかイルカさん、絶対何も考えずに適当に喋ってますよね。我が輩の言葉はまさに天からの啓示。考えるのではない、感じるのだよゼロ。フェールエンク。お疲れ様です、オワリさん。ただいま戻りました。
おお、レイジ君、おかえり。実験ご苦労だったね。しかし、あんな中途半端なところで実験が中断してしまうなんてね。あそこから盛り上がるところだったんだよ。まあ、待っていてくれたまえよ。また日を改めて、あの実験の続きをするつもりだからね。レイジ君には、今日以上に浅草の街で大暴れしてもらうことになるだろう。それから戻ってきたばかりで悪いんだが、レイジ君も早速参加してくれないかい？今は人手が必要なのでね。ああ。どうしたんだい？えらく歯切れの悪い返事じゃないか。いえ、その…ワールドプログラムの検証の手伝いですよね。僕なんかにできることはあるんですか？はあ、違う違う。あっちの方なら君に頼むことは何もないよ。もう一通りの検証は済ませちゃったからね。ほら、クーラーがいっちゃっただろ。それで室温の上昇に耐えきれないで社内サーバーが熱暴走を起こしたといったところだね。ちなみにレイジ君、君に加わってほしいのは別の作業だよ。ズバリ、インターネットを使った能動的宣伝活動だ。そしてまたるのアクティブオールライトジーグワーズ。普通にサブちゃんへの書き込みだって言ってくださいよ。先ほど数日ぶりにサブちゃんを覗いてみたのだが、スレッドのあまりの加速っぷりに愕然としてしまったのだよ。そこでこれからみんなで集中して書き込みをし、スレッドを盛り上げようというわけさ。我が輩たちが紡ぎ出すパーフェクトコメントでスレッドを、いや、屍ゲートを大いに盛り上げようではないか。レッツいやいや、炎上はダメですって。逆効果じゃないですか。
夏美さん、おはようございます。他に該当しそうな人がいないから尋ねるのだけど、今私に話しかけたのはあなたかしら？はい、僕ですけど。一体どうしてそんなことをしたの？まるで意図がわからないのだけれど。意図ってそんな大げさな。今日初めて顔を合わせたわけですし、同じ職場の仲間として挨拶しておこうって思って。あなたが私の仲間ですって？はは、面白くて死にそう。あの変態が何を考えているのかは知らないけれど、私はあなたのことを仲間だなんて思ったことは一度だってないわ。むしろ邪魔だと思っているくらいだし、何の志も思いも信念も持たない人間が私に対して仲間だなんていう言葉を使うことに吐き気がする。さすがに本人の前では言えないけれど、早くここから消えてくれないかしらと思っているぐらいだし。だから私にむやみに声をかけないで、私の作業の邪魔をしないで、挨拶も不要、空気以下の存在に徹しなさい。すみません。諸君、いつまでもこんな連中に好き勝手させておくのはどうだろう。そろそろ急を据えるべきではないかね。くっくっくっ。
よく言ったな世界。我が輩も全く同じことを考えていたところだ。今こそ裁きの神が降臨せし時、不届きなる輩よ、拙者の鉄槌により砕け散るがいい。いざバニッシュ。あの、オワリさん、イルカさん、こういうのは放っておいた方が、あえて火に油を注ぐことはないんじゃないですか？ほら、レイジ君、何を傍観しているのだ。君も早く加わりたまえ。そうだ、ナンバーゼロ、我が輩たちのたぎるフォースの力を解き放ち、この戦線を勝ち抜くのだ。おー、こいつら手ごわいじゃないか。こうなったらドス攻撃でサーバーをダウンさせて。オワリさん、それなんかわかんないですけど、犯罪っぽいので絶対にやめてください。くらえ、ヒゲアスケアディヨーコマ無限地獄コピーピああ、終わった。浅野さんの登場ですよ。って何よここ、ちっとも涼しくないじゃない。どうなってるのよ。クーラーが壊れちゃったって話したでしょ。だから基地はすっごく暑いって。そういえばあんた、そんなこと言ってたわね。すっかり忘れてたわ。マジ最悪。レイジ、あんた、暇そうにしてるわね。だったら私のこと仰ぎなさいよ。はいはい、わかりましたよ。生ぬるい風しか来ないわよ。もっと気合い入れて仰ぎなさい。あんた今、私の胸を見てたでしょ。バイトのくせに堂々とセクハラ。いい度胸してるじゃない。 いえ、違いますよ。いやらしい気持ちなんかじゃありません。ただ、姉妹なのに全然違うなって。レイジ、で勘弁してくださいよ。勘弁なんかしないわよ。どいつもこいつも比べることは同じ。
どうして男は胸の大小で女の価値を測ろうとするの？あんなものあったって別に使い道なんてないのにさ。お姉ちゃん、レイジ君いじめちゃダメでしょ。いじめてなんかないわよ。女性に失礼なこと言うと痛い目に遭うってちょっと教育してやっただけ。ちょっとレイジ、あんたまた私たちの胸を見比べてたでしょ。違いますよ、そんなことしてませんって。あ、それより浅野さん、さっきから思ってたんですけど、ひょっとして酔ってます？そうよ、なんか悪い？大人だもん、お酒飲めるもん。今日は朝からカラオケ大会だったから、そりゃお酒ぐらい飲むわよ。へえ、カラオケ大会ですか。浅野さんがいるならすごく盛り上がりそうですね。もちろん盛り上がったわよ。まず最初が私による夏メロメドレーでしょ。それから私による J-POP メドレー、さらに私による洋楽メドレーで、お待ちかねの私によるアニソンメドレーへと突入するわけよ。もう最高でしょ。さっきから浅野さん一人しか歌ってないようなんですけど、他の人はそれで大丈夫なんですか？他の人？何それ。え、だってカラオケ大会なんですよね。だったら他に何人かいるんじゃ。はぁ、あんた頭おかしいの？他人とカラオケ行ってどうするの。カラオケって一人で行くもんでしょうが。そうなんですか。他人の下手くそな歌とか聞いてあんた楽しいの？嬉しいの？感動するの？癒されるの？私は全然そんなことない。だからカラオケ大会を一人でするのは当然のことなの。ちっともおかしくなんかないわ。確かにおかしくありませんね。レイジ君、お姉ちゃんはお友達とカラオケに行こうと思ってもできないんだよ。だってお友達が一人もいないから。ちょ、言うの？あんた余計なこと言わなくてもいいの？でも今日はちょっとだけ二人で歌ったりしたんだよね。お姉ちゃんがお財布を忘れてお店を出られないってユーノのこと呼んだから。いいじゃない、姉妹で仲良くカラオケできたんだから。それよりあんたアイスクリーム買ってきてたでしょ。早く冷蔵庫に入れないと溶けちゃうでしょ。あ、そうだった。ユーノうっかりしてたよ。早く冷蔵庫に入れないと溶けちゃうね。トロトロのアイスなんて食べにくいもんね。レイジ、なんか私に言いたいことでもあるわけ？激しくはありません。ま、別にいいけどさ。ところで、変態は何してんの？人のこと呼びつけておいて留守なんてことないわよね。
オワリさんなら自分の部屋にいるはずですけど、浅野さん、オワリさんに呼ばれたんですか？そうよ、ちょうどユーノがカラオケ屋に着いた頃よ。電話がかかってきて、夕方基地に来いってさ。どうしてですか？どうしてって、セブン評議会を開くんでしょ。私はそう聞いたけど。え、セブン評議会を？お、浅野ちゃんと来たようだね。感心感心。来たわよ、ちゃんと言うのも連れてね。でも終わり、あんたさ、セブン評議会開くにしたってどうして日曜日なわけ？日曜日って言ったら休日なのよ。私だってカラオケ大会で休日を満喫してたんだから。どうせ一人カラオケ大会だろうに。別に悪くはないさ。ただ裏若き乙女がせっかくの休日に一人カラオケ大会というのはいささか残念に思えてね。浅野、ただでさえお前は言うのに比べると胸が残念なんだから、せめて行動ぐらいはどうにかした方がいいんじゃないか。変態、あんたもなの？胸なんてあったところで別に使い道なんてないでしょ。そんなもので女の価値を決めるんじゃない。それは違うぞ、浅野、お前は間違っている。大きな胸には多種多様の使い方があるのだ。よし、この間ダウンロードしたスペシャルな動画を今お前に見せてやろう。セクシー女優が大きな胸を使って、そりゃもういろんなことをする様を見せんでいい。っていうか見せるな、この変態。こら、朝もやめるんだ。これは立派な社内暴力だぞ。てやめろって。たったいま。お姉ちゃん、今度は世界さんのこといじめてる。ダメだよ、世界さんは一応ジャッジメントセブンの社長さんなんだから。お姉ちゃん、一緒にお楽しみ会の準備しよう。テーブルにお菓子とか並べないと。ほら、言うの、お楽しみ会ではなくセブン評議会だと何度言えば。ああ、そうそう、お楽しみ評議会の準備だね。お楽しみ、お楽しみ。さあ、お姉ちゃん、行くよ。わかったわよ。やれやれ、ひどい目にあったぞ。レイジ君、俺は何か間違ったことを言ったかな？いえ、何一つ間違ったことは言ってません。個人的には、オワリさんの勇気を尊敬します。でも、その痛みは自業自得ですから。ところでオワリさん、今も言ってましたが、これからセブン評議会を開くって本当ですか？ああ、本当だよ。あれ、ひょっとして言ってなかったっけ？実験を中断したあたりで思いついてね。急いでみんなには知らせたんだが、どうせ君は戻ってくるからって言うのを忘れてたよ。6時ぐらいから始めようと思ってるから、いつも通り準備はよろしくね。やれやれ、今日はもう帰れると思ったのにな。
よし、食べ物も飲み物も十分にあるな。これなら会議の途中でエネルギー切れになることもないだろう。おい、タニチか？ちゃんとこっちの音声は届いているかい？分かってるのだ。生放送中はコメントを書き込むのだ。あなた、オワリと一緒にいすぎて変態菌が移ったんじゃないの？いえ、違うんです。喋らないで変態菌が飛ぶから。口も開かないで、いえ、むしろ息をしないで。怒ってるのだ。よし、それでは始めようではないか。ジャッジメント7、総勢7名がここに集結した。これよりセブン評議会を開催する。セブン評議会！ヒョホホホホホホホ。で、日曜日に全員集めて一体何を話そうってわけ？つまらない内容だったら呪いをかけるわよ。ちょっと、なんなのよこのキャンディ。激マズなんだけど。あ、それは新発売のアメと靴キャンディだよ。当たりは美味しい蜜の味なんだけど、ハズレは靴の味って書いてあるの。パーティーで盛り上がること間違いなしって書いてあるから買ってきたんだけど、なっちゃんハズレを引いちゃったみたいだね。靴の味って一体何なのよ。ちょっと見せなさい。ちょっとあなた、靴じゃなくてムチでしょ。飴とムチキャンディーだとしてもムチの味って何なのよ。お、これムチって読むのか。ユーの靴の味だったら面白いなって思って買ってきたのに残念だな。ああ、ロシアンキャンディーというわけか。面白い。我が輩のラックを試す時が来たようであるな。うまい。ゲルマズ、まさに靴の味って感じ。ちょっとお茶お茶。問題ないぞ、ちゃんと聞こえてるのだ。
で、結局このセブン評議会を開催した理由は何なのよ。このままパーティータイムになるんなら私はビールを飲ませてもらうけど。そうせかすんじゃないよ。今からそれを発表するところじゃないか。本日のセブン評議会の議題、それは ズバリ、ジャッジメントセブンの次回作についてだ。制作を始めようと思うのだが、どうだろう。そろそろそんな話があるんじゃないかと思っていたぞ。世界ホーハーヒー。我が輩はどんな世界を構築すればいい。何でも言うがいい。屍が終わってまだ1ヶ月も経ってないのに、もう次を考えなきゃなんないの。最悪。せめて夏休みぐらい取らせてくれたっていいじゃない。でもお姉ちゃん夏休みがあったって一人でカラオケ屋さんに行くだけだから、お仕事してた方が楽しいんじゃないの。そんなことないわよ。私にだって夏のバカンスの予定の一つや二つぐらいあるんだから。興味深いわね。具体的にはどんな予定なのかしら。それは、その…私はもちろん賛成よ。夏休みなんてどうせ取るつもりもないし。ほら世界、何をしてるのだ。さっさと始めるのだ。タニア、お前たちと違っていろいろと忙しいのだ。も頑張ります。ゲーム開発は大変だけど、お祭りみたいでなんだかワクワクするからね。まあ別に私だって嫌だって言ってるわけじゃないんだからね。それに7時以降はビール飲みながら作業できるし。レイジ君、君はどうかな。先月のような白場を勘弁してほしいですけど、新作を作り始めるのは賛成です。もうすぐ大学も夏休みになって時間も取れますし。よし、メンバー全員の総意が取れたところで新プロジェクトを始動させようじゃないか。知っての通り、次の作品は我々ジャッジメントセブンにとって記念すべき7作品目となる。俺はそれをワールドプログラムによる拡張現実技術を使用した新機軸、新時代、新次元の RPG にしようと思う。ズバリ、そのタイトルは。ワールドエンドヘブンだ。さあ、今からどんな RPG にするか、みんなで話し合おうではないか。ユウノはね、今度こそ可愛いキャラクターが出てくるゲームがいいな。ほら、そっちだけ盛り上がってずるいのだ。ターニャも混ぜてほしいのだ。ターニャも構わないぞ。どうせもうすぐ暇になるからな。うん。それ、私のことを言っているのかしら。へえ、この私に意見できるようになったなんて、ずいぶんと偉くなったものね、タチアナさん。言うの、さすがなのだ。ターニャも同じ意見だぞ。クマさんとかウサギさんとか出してほしいのだ。無理ね。可愛いだけの動物キャラクターなんて正直苦手だもの。そもそも人間に媚びを売っているようなキャラは虫唾が走るし。ああ、
さすが夏美先生、分かってらっしゃる。我が輩もダークでゴシックでカオスな世界観に一票。重厚で濃厚で混沌とした、万人の理解など及ばない複雑怪奇な世界観設定こそ、我が輩が最も得意とする領域。ビッバイズフィールド。まあ私はどっちでもいいけどさ、強いて言うならあんま暗い曲ばっか作りたくないってぐらいかな。だって気分がすっごくめいるんだもん。時にレイジ、ピザにかけるホットソースはどこである？拙者の脳が、我が輩の脳が刺激を求めておるぞ。はいはい、ちゃんとここにありますよ。どうぞ。おほほほ、やはりピザにはこれが不可欠なりよ。ナイス！ワッチ！いるか。あんたよくそんなの食べられるわね。信じらんないわ。舌と頭が壊れてるんじゃないの？お姉ちゃん、カレーは甘口しか食べられないもんね。いいじゃない、甘口が一番美味しいのよ。味にも設定にもスパイシーな刺激というのは必要不可欠なのだ。朝のまだまだのようだな。何その上から目線。辛いものが苦手ってだけでお子様扱いされてるみたいですっごくムカつくんだけど。前に作った楽園ポロロッカは誰かさんのおかげでめちゃくちゃダークで気持ち悪い嫌な世界観にされてしまったからな。オッケー、とりあえずパンチしとくわ。我が輩の肉の鎧を通してもなおこの痛み。朝野、お前こそまさに武神マーグヒの化身。わけわかんないこと言ってんじゃないわよ。なあお姉ちゃん、イルカさんをいじめちゃダメだよ。イルカさんは自分で作った世界の中でしか生きられないかわいそうな人なんだから。ブロッ、ひらめいたぞ。ワールドエンドヘブンのコンセプトはスーパーホットだ。辛さにもだえ苦しむヒロインっていうのもなかなかグッとくるものがあるじゃないか。スーパーホット、もだえ苦しむヒロインね。こんな感じかしら。さすがは夏美先生、スーパーホットの一言からこれだけのイメージを導き出すとは。まさかこの乙女騎士こそが夏美先生の前世の姿ということなりな。ねえ夏美、それって暗すぎない？見てて鬱になりそうなんだけど。同じスーパーホットで連想するならこんな感じにしてくれないとね。どう？いい感じでしょ？
ちょっとユウノ、何やってんのよ。それは今私が鼻歌で歌ったメロディーのまんまじゃない。マサノ、あなたって本当に残念な姉よね。夏美、それは聞き捨てならないわね。私のどこが残念だって言うのよ。その問いをしていること自体が残念だと言うのよ。自分の残念さがまるで分かっていない。それは残念を通り越して残酷と言うべきかもね。はあ、キッチン中に引きこもってるだけのネクラ女に残念呼ばわりされる筋合いはないんだけど。浅野さん、今のフレーズすごく良かったです。スーパーホットの単語から即興であんなフレーズを考えられるなんてさすがです。レイジ、あんたどうして私が鼻歌歌った時にそう言わなかったのよ。いや、それはその、なんかすっごくムカついてきたわ。とりあえずあんたのこと殴らせてもらうわね。今更かもしんないんだけどさ、拡張現実技術って言ったっけ？それって実際どんなんなわけ？確かに新世界ゴーグルとかいうものは終わりから受け取ったけど、まだ肝心の拡張現実というものは見せてもらってないわね。確かに拡張現実技術による新たな世界を切り開くのならば一度体験しておきたいところではあるな。レイジ君は今日実際に浅草の街で体験したんだよね。プログラムの実験をしたんだから。だったら早く言いなさいよね。で、どうだったのよ。いや、あんなつみさんの絵はすごいと思うのだ。でも普通に可愛いのも作りたいのだ。ほう、まさかこんな近くにあの禁断のマジッケの被験者が隠れていたとはな。これは話を聞かねばなるまい。レイジ君、新世界ゴーグルでどんな光景を見たのかみんなにズバババって説明しちゃおう。どうしたのだレイジーよ。まさかマジッケによる後遺症で記憶の一部が消失したのではあるまいな。それはなんという悲劇。師匠である我が輩のことを忘れたというのか。我が弟子レイジーよ、その記憶を呼び覚ませてやるぞ。カンバーク、ビアンメモリー、リメンバーミー。イルカさん、やめてください。別に記憶なんてなくしてませんから。そもそもイルカさんの弟子になった覚えはありませんが。でもでも、レイジ君新世界ゴーグルですごいもの見たんでしょ。
ユーノたちにも教えてほしいな。実験してた時素晴らしいって言ってたもんね。きっとみんなもびっくりするよね。うーん、楽しみだな。朝のイルカをパンチなのだ。カレーの甘口をバカにするやつは許さないのだ。そこまでだ。それ以上レイジ君を追求する必要はない。今から新世界ゴーグル、そしてワールドプログラムによる拡張現実のデモンストレーションを始めるからな。え、本当？わあ、やったー。ほうほう、ついにこの時が来たか。これは心して望まねばなるまいな。拡張された現実、少し面白そうね。興味が出てきたわ。でも尾張さん、大丈夫なんですか？ほら、昼間の実験の時ワールドプログラムが暴走しちゃったじゃないですか。ああ、原因が熱暴走なのであれば、昼間に比べて基地の室温も下がったし、もう心配はいらないだろう。おい、何日か？そっちで適当な VR ゴーグルを調達できるかい？できれば外部カメラがついてるタイプだ。じゃ、今すぐ探してくれ。見つかったらお前さんの PC に接続するんだ。そっちのポートは俺が遠隔で開けるからさ。研究所のサーバーを踏み台にして繋いでしまおう。おお、それはターニョも気になるのだ。さあレイジ、早く言うのだ。いらさないでほしいのだ。そんなヘマはしないよ。よし、それじゃあ各自新世界ゴーグルを持って再び集合しよう。何日か、ちゃんとこちらとリンクできてるかい？大丈夫なのだ。そんなのは研究所の中にゴロゴロしてるのだ。よし、それでは拡張現実のデモンストレーションを始めよう。ワールドプログラム、スタンバイ。プログラムの起動準備は整った。あとはボイスコマンドで起動させるのみだ。ボイスコマンド？めんどくさ。あんたが適当に操作して起動させりゃいいじゃない。ボイスコマンドこそ男のローマン。それがわからないとまだまだ修行が足らんな、浅野。私女子だし、そんなロマン分かんなくて当然だし。言うのは面白いと思うけどな。ではこの中の誰かにプログラム起動の栄誉を与えようではないか。さあ手を挙げる者はいないか。我が輩にやらせてくれ。ならばいるか、任せたぞ。チェンジザワールド、それがプログラム起動のボイスコマンドだ。了解じゃい。チェンジザワールド。おいおい、それじゃさすがに無理だろ。ちゃんとチェンジザワールドって。
我が輩たちは今電子の海に漕ぎ出そうとしているのか。皆の者、出航の準備を。まあちょっとドキドキはするけど、この程度じゃね。拡張現実っていうにはまだ程遠いんじゃないかしら。相変わらずむちゃくちゃだな。証拠が残るとターニャが後で怒られるのだ。分かっている。この新世界ゴーグル、そしてワールドプログラムの真のポテンシャルを今こそ見せようじゃないか。グラルスの迷宮か。まさか生きているうちにここを訪れることになろうとは。これはさすがにすごいわね。大丈夫なのだ。ちゃんとつなげたのだ。お前たちの声もゴーグルから聞こえている。本当にすごいのはこれからだよ。そろそろダンジョンにはつきもののモンスターにご登場を願おうじゃないか。さあ諸君、セクシーでエロエロなモンスターとごくごく普通なモンスター、どっちか選んでくれたまえ。世界、そんなことは聞かずもがなだ。全てはアカシックレコードに最初から刻まれている。エロエロなモンスターだとな。レイジ君、君の意見は？そりゃあまあどちらかといえばそっちの方が興味あります。いやね、変態菌がここまで増殖していたなんて、火炎放射器でもあったらすぐに焼き尽くしたい気分だわ。ユーノやタチアナだって見るのよ。エロエロなモンスターなんてありえない。そんなの出したらセクハラでぶっ飛ばすからね。仕方ないな。今回は普通のモンスターにしておこう。とでも俺が言うと思ったか。デモンストレーションではセクシーでエロエロモンスターが登場するとずっと前から決めていたのだ。あれで、なんかおかしくなっちゃったよ。オワリさん、これって昼間の実験の時と同じですよね。あ、ワールドプログラムの暴走だ。クソ、どうしてこうなるんだ。ちょっと、真っ暗になっちゃったじゃない。どうなってるのよ。またプログラムの強制終了か。しかも今回は外部モニター機能までいっちゃったみたいだね。ほう、我が輩たちは暗黒世界ダークネスダークに誘われてしまったか。闇を晴らす奇跡の石、シャイニングストーンを見つけなければ。イルカさん、こんな時に適当なこと言うのはやめてくださいよ。つまりどういうことなの？このまま蒸し暑いゴーグルをかぶってても何も見えないってことよ。さっさと外しましょう。どうしてまたプログラムの暴走が起こる？ちゃんと検証してバグはなかったはずなのに。おい、
谷地か、少しプログラムを見てくれないか。お前の目から見て何かおかしな部分があるかどうかを教えてほしい。おい、谷地か、聞いているのか。くそ、接続が切れているじゃないか。立ち穴のことだから寝落ちでもしたんじゃないの。仕方ないな。谷地下には後でもう一度連絡を入れてみることにしよう。ワールドプログラムと新世界ゴーグルがこんな状態ではもはやデモンストレーションは不可能だしな。今日のセブン評議会はこれでお開きとしよう。それにしてもおかしいぞ。一体何が原因だと言うんだ。私たちの意見も聞かず堂々とセクハラしようとしたから神様の罰が当たったんじゃないかしら。きっとそうね。これに懲りたら次は普通のモンスターを見せなさいよね、変態。でもユーノはセクシーでエロエロなモンスターちょっと見たかったのにな。ユーノ、ただひたすらに求め、さすればいつかお前の望むものは目の前に降臨することだろう。そんなに見たいかね、ユーノよ。ならば特別だ。そのエロエロなモンスターの 3D モデルデータを見せようではないか。見せんでいい。っていうか見せるな、この変態。ほう、ピザがなくなっている。この中に消失の能力に目覚めた者がいるようだ。いや、普通に食べちゃっただけですから。あ、こっちに少し余ってますから、どうぞ。あ、レイジ、冷蔵庫からビール持ってきてくんない？会議終わったんだから、もう飲んでいいでしょ？この喉越しがたまんないのよね！って、このビール、まだ残ってたんだ。さあ、よくわかんないですけど、それ、いつも飲んでるやつですよね。そうだけど、でもさっきコンビニで売り切れてたから違うの買ってきたんだけど、ラッキー。おーっちょー。はいはい、みんな好きなシロップを言ってね。ユーノのおすすめはイチゴ&メロンのスペシャルブレンドだよ。なるほど。つまり、そうか。悪くない。それじゃあ、お先に失礼します。
僕、相当疲れてるみたいだな。きっと何かの間違いだ。そうに決まってる。嘘だ。嘘だ、嘘だ。レイジ君だ。忘れ物でもしちゃったの？帰るの諦めて基地に泊まるつもり？別にいいけど、シャワーを浴びるなり銭湯に行くなりしてよね。開発室が汗臭くなるのは迷惑だからさ。違うんですよ、浅野さん、ユーノさん。落ち着いて聞いてください。出られないんです。だからこの浅草から出られないんですよ。出ようとしても浅草に戻ってきてしまって、その繰り返しなんです。レイジ、あんたさ、嘘ついて騙そうってんならせめてもう少しリアリティのあるものにしなさいよね。浅草から出られないなんて意味わかんないし。そうだよレイジ君、いくら言うのでもそんな嘘には引っかからないよ。いや、嘘なんかじゃなくて本当なんです。何度試しても戻ってきてしまうんですってば。レイジ君、昼間の実験の時頭がオーバーヒートしちゃったでしょ。そのせいでおかしくなっちゃったのかな。やっぱりかき氷はレイジ君の頭にかけるべきだったね。ごめんね。違うんです、頭は至って正常です。ユーノさんが責任を感じる必要はありません。ただ本当に駅にたどり着けないんですよ。ちょっとレイジ、
あんたいい加減にしなさいよ。これから帰ろうとしてる私たちを捕まえて、いつまでそんなわけのわかんないヨタ話を聞かせるつもり？あんた、ひょっとしてユーノのこと狙ってたりするの？おかしなこと言ってユーノを怖がらせて一緒に基地に泊まろうって魂胆？でもって眠ってるユーノの隣にこっそり来て添い寝とかするつもりじゃ？そんなんじゃありませんから。じゃあ狙いはユーノじゃなくて私？待ちなさいよ。いきなりそんなこと言われたって戸惑うっていうか、なんていうか。いや全然全く違いますから。ユーノさんはともかく浅野さんなんて全然眼中にありません。ユーノはともかく私なんて眼中にない。あんた、いい度胸じゃない。当然、覚悟はできてんでしょうね。いや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 、すみません。今のは言葉の弾みです。本当にすみません。まったく、失礼しちゃうわよ。こっちだって、あんたのことなんか眼中にないんだから。これっぽっちもね。さあ、こんなバカ放っておいて行くわよ、ユーノ。あ、うん、お姉ちゃん。レイジ君ごめんね。でも今のはレイジ君がちょっと悪いかな。お姉ちゃんああ見えて結構ナイーブなんだから。ユーノ。あ、うん、じゃあね、レイジ君。どうでしたか？レイジ君の言う通りだったよ。お家に向かって歩いてたのに、どうしてか全然違う場所に出てたんだ。不思議だね。今のは何かの間違いよ。浅草から出られないなんて、そんなのありえないんだから。言うの？もう一度行くわよ。戻ってきちゃったね。もう一回よ。また？お姉ちゃん、もう諦めようよ。言うの疲れちゃったよ。あんたはそこで待ってなさい。私は諦めないんだから。こんなの絶対おかしい。もう一回。まだよ。
なのよこれ。マジ意味不明なんだけど。レイジ、あんたなんてことしてくれたのよ。いやいやいや、僕の仕業じゃないですから。そもそもどうやったらこんなことできるんですか。それもそうよね。レイジみたいなおバカな大学生にこんなことできっこないわよね。でもだったらこれは一体何なのよ。どうしてこんなことになっちゃってんのよ。タヌキ？それともキツネ？ユーノたち、この町に閉じ込められちゃったの？困ったな。お家に洗濯物干しっぱなしできちゃったのに。とにかく基地に戻って変態たちに報告しよう。あいつらだって無関係じゃないんだし。ん？どうした？3人揃って忘れ物か？ほう、クリエイティブの神がお前たちにも微笑んだのか。帰る途中アイディアが湧き出て止まらなくなったのか。では同志たちよ、共に朝まで新作の世界観設定について語り合おうではないか。そんなんじゃないわよ。オワリ、イルカ、ナツミ、驚かないで聞くのよ。私たち家に帰れないのよ。家に帰れない？家に帰ると何か問題でもあるのか。もしや早瀬家はすでに魔獣たちの巣窟となり果てたということか。無念。家賃でも滞納しているの？それで危ないところでお金を借りてその取り立てでも来ているのかしら。そういうんじゃないの。帰りたくても帰れないの。家に向かって歩いてても気づいたら全然違う場所にいるのよ。浅野、酒を飲むのは結構だが飲まれてどうする？というかそれ以上残念になってどうする？いやいや世界、浅野から残念を取ったら一体何が残るというのだ。酔っ払って道が分からなくなって家に帰れない、実に浅野らしいシチュエーションじゃないか。我が輩は断固として支持しよう。ナイス残念、略してないね。何よそれ、ちっとも褒め言葉じゃないじゃない。シャモン、二十歳になってもしばらくはお酒には手を出さない方が良さそうだわ。ないねにはなりたくないもの。ないね言うな。そんな言葉流行らすんじゃない。あんたたち今の話が酔っ払いのザレ事だと思ってんでしょ。そんなんじゃないんだから。そもそも私そんなに酔ってないし。それにそれに一緒に歩いてたユーノだって同じ体験をしてんのよ。レイジ、あんただってそうでしょ。二人からもちゃんと説明して。浅野さんの言ってることは本当です。僕も浅草駅に向かおうとして気づいたら雷門一丁目の交差点に戻ってきてました。何度も試してみたけど全然ダメだったんだ。ユーノたち、この街に閉じ込められちゃったみたいなの。酔っ払いの浅野と昼間の実験で行きかけてたレイジ君の話は当てにならないとして、言うのまでそう言うなら無視できないね。我が輩も同意見だ。言うのの証言は無視できない。そうね、今の言うのの言葉は一考する必要がありそうだわ。とにかく
今から外に出て実際に体験するのが一番手っ取り早いから。私、外になんて出たくはないわ。我が輩も今あふれるインスピレーションをまとめている最中だ。できれば勘弁してほしいのだが。浅野、明日の朝ってわけにはいかないかい？いいから早く外に出て。出ないなら私特選のヘビーメタルソングをガンガンに鳴らしてあんたたちの仕事の邪魔してやるから。やれやれ、仕方ないな。散歩がてら少し付き合ってやるとするか。それでこれからどうすればいいのかしら。できればさっさと終わらせてほしいのだけど。まずは現場検証をする必要があるだろう。浅野たちが歩いた道を一緒に歩いてみてはどうだろうか。そうこなくっちゃ。ユウナ、行こうよ。こいつらに私たちが正しいってことを分からせてやるんだから。はいはい、それじゃあみんなユウナたちの後をちゃんとついてきてね。この先だよ。そこでユーノたちは戻されちゃったんだ。見る限り普通の通りにしか見えないけど。浅野はアルコールのせいだとして、ユーノも何かの勘違いじゃないかしら。もしくは基地に何か心残りがあって無意識に近くまで戻ってきてしまっていたとか。そうなのかな。ユーノ、簡単に説得されないでよ。あの体験はそんなもんじゃないんだから。じゃあ問題の箇所に突撃するわよ。みんな足を止めずについてきて。私の言葉が正しいってことを嫌でも思い知ることになるから。マジか。ふぉー。ね、あたしが言った通りでしょうが。こんなの何かの間違いだわ。そうに決まっているのよ。こんなの信じないんだから。もう一度試してみましょう。気が済むまで繰り返せばいいわ。私だってそうしたんだしね。さあ、行くわよ。ありえないのよ。何らかのガスによる集団催眠じゃないかしら。私たちは無意識のうちにここまで歩いてきているのよ。そう考えるのが自然だわ。いや、それはありえないようだ。
さっき久保通りを抜ける前にスマホで時間を確認しておいたんだけどさ、まだ10秒も経っちゃいないんだよね。つまりどういうこと？つまり無意識のうちに引き返してたって可能性はゼロだよ。それならもっと時間が経過してなくちゃだからね。で、次にちょっとした実験をしてみたいんだけど、いいかい？世界、何をするつもりだ？なーに、簡単なことさ。今度は逆向きに歩いてみるだけだよ。ひょっとしてもう実験済みだったりするかい？逆向きってことはこうやって前を向いたまま後ろに歩くの？なんか転びそうだよ。違いますよ、ユーノさん。今度は逆の方向に歩いてみるってことです。北に向かうんじゃなくて南に向かうってことです。ああ、そっかそっか。うん、そうだね。ユーノびっくりしてそんな単純なことも気づかなかったよ。とにかく試してみる価値はあるな。さあ、行ってみようか。なるほど、大体は理解したぞ。どうやら今この浅草の街は特殊な境界線で囲まれているようだな。その境界線を越えようとすると反対側の境界線の箇所へと飛ばされるということ？いや、その表現は少し違うな。正確に言うならば橋と橋がつながっているといった感じだろうね。今よりこの現象をロープレのワールドマップ現象、略してロープレマップ現象と名付けよう。なるほど、正解。確かにそれはぴったりなネーミングだな。我が輩感服したぞ。オワリさん、現象に名前をつけるのはよしとして、どうしてロープレマップ現象なんてヘンテコな名前になるんですか？全然全くちっともヘンテコではない。世界の言う通りだな。昔の RPG ではワールドマップの東西南北はつながっていたのだ。このように。北にずっと進めば南に出てくる、そして東にずっと進めば西から出てくるといった具合だ。今の状況と全く同じではないか。それで終わりさん、このロープレマップ現象が起こっている原因は一体何なんですか？そんなことを俺に分かるはずがないだろ。は？何なのそれ。分かったような顔して現象に名前なんてつけるから、てっきり原因も分かってるかと思ったのに。期待した私がバカだったみたいね。まあ待て、慌てるな。こんな面白いことはもどい。興味深いことはじっくり時間をかけて検証する必要があるってことだよ。どうせ浅草からは出られないんだし、今日のところはひとまず基地に帰るとしよう。今日は基地に帰って泊まるとしても、ずっとこのままってわけにはいかないよね。お家の冷蔵庫に入ってるプリンの賞味期限も気になるし、どうやったら浅草から出られるのかな。
そうだな。それにはまず、このロープレマップ現象がどこまでの範囲に及んでいるかを調べる必要があるだろう。明日は各自手分けしてこの辺りの探索を。おい、世界。何か妙なものがいるぞ。なのよあれ、超キモいんだけど。どうやら逃げた方が良さそうだね。総員、ダッシュだ。乗ってください。え、でも。いいから早く。夏美さん、しっかり捕まっててください。なるほどなの？え、あ、いや、その…もしかして、この後に及んでよからぬことを考えているんじゃないでしょうね。バイトさん、何やってるの？早く走って！はい！大丈夫そうだな。あれは一体何なの？浅草にあんな怪物がいるなんて聞いたことないわよ。大声を出すな、浅野。あの怪物が声に反応してやってこないとも限らないからね。どうする、世界？もちろん我が輩としては、あのコズミックホラー的なシュレットの怪物に審判の一撃を食らわせたいところではあるが、さすがに今はこちらが不利というか、時が満ちるまで待つべきだというか。あの怪物をどうこうするには調査および検証がまるで足りないからね。ここは一旦基地へ戻るのが最善策だろう。基地はここから近いとはいえ、油断は禁物だよ。極力物音を立てないようスニーキングで進もうじゃないか。
さんに質問です。スニーキングって何ですか？うん、スニーキングとはあたかも女子更衣室を覗くときのようにこっそりと行動するって意味さ。ではこれよりスニーキングミッションを開始する。もういいわ。ここから先は一人で歩けるから下ろしてちょうだい。でも足大丈夫ですか？大丈夫よ。いいから下ろして。それともこのままずっと私と体を密着させていたいっていう下心でもあるのかしら。お気に入りの服にあなたの汗がついてしまったわね。ああ、嫌だ嫌だ。基地に帰ったら急いで洗濯をしなくちゃならないわ。何をしているの？早く行くわよ。それともさっきの怪物の餌にでもなるつもり？あなたにはお似合いの末路かもしれないけど。冗談じゃありませんよ。餌になるなんてごめんです。僕も事務所に行きますって。一体あれは何だったのよ。誰か説明してくれないかしら。まあ怪物としか言いようがないね。これは政府の陰謀かもしれんな。異世界への窓を開こうとしたら遥かに大きな扉が開いてしまい、異形の怪物が現れてしまった。ありえる。とりあえずテレビでも見てみたらどうかしら。ネットで検索するという手もあるけど。そうだね。これだけ変なことが起こっているならきっとニュースやネットの掲示板で大騒ぎだよ。それだわ。さあみんな調べろよ。お、これは。オワリさん、何かありましたか？浅草陰獣物語。こんなエッチビデオが存在していたなんてね。すっかり見落としていたよ。早速オークションで探してみなければ。浅野さんと夏美さんはどうですか？今のところ手がかりなしね。ループ現象のことも怪物のことも全然ヒットしないわ。私もよ。浅草裏サイトまで探ってるけどそれらしき情報はないわ。こんなことってあるのかしら。イルカさん、ユーノさん、テレビの方はどうです？ニュースで何か言ってませんか？レイジ、こちらは収穫なしだ。いつもの日曜の夜のディープな番組ばかりだからな。浅草に関する緊急のニュースはナッシング。あ、今浅草が映ったよ。これから浅草のニュースが始まるみたい。今夜の浅草が再注目されています。ライトアップされた雷門、
そして仲見世通りの幻想的な雰囲気を見に、海外からもたくさんの観光客が。違う！私たちが求めてるのは、こんなほのぼのニュースなんかじゃないの！テレビなら、視聴者が求めてる情報を流しなさいよね！やめるんだ浅野よ。これは海外から取り寄せた本格的なゲーミングモニターなのだぞ。ただのテレビではない。だがここまで情報規制が完璧に行われているということは、ますます政府の陰謀説が濃厚ではないか。この街自体が異界化されたのかもしれないぞ。ま、こうなってしまった以上、無駄にあがいたところで意味はないね。全員、今晩は基地に泊まって、また明日調査をしようじゃないか。でも、あの怪物が基地の中まで入ってきたらどうするのよ。その時は全力で逃げるしかなかろ。まあ、うまく負けたみたいだし、大丈夫とは思うんだけどね。一応屋上に見張りでも立てた方がいいのではないか。基地に近づかれてしまっては逃げるのも困難だろう。今は夜中の12時か。2人ずつ3チームに分かれて2時間ごとに交代というのはどうだろうか。なるほど。自分の番でない時はしっかり休めるということだな。俺はイルカの作戦に賛成だよ。私もいいと思うわ。このままみんなで徹夜をしたところで、明日使い物にならなくなるだけだろうし。よし、じゃあチーム分けをしようじゃないか。ちょっと待って。言っとくけど、か弱い女子だけのチームってのはなしだからね。か弱い？浅野、お前がか？か弱いわよ。私だって女の子よ。そこんとこ忘れてもらっちゃ困るんだから。はいはい、わかったわかった。じゃ、男女のペアを作るとしようか。公平を期すため、くじ引きか何かで。じゃあ、ユウのくじを作ります。こっちが男の子で、こっちが女の子のくじだよ。1から3まで番号が振ってあるから、同じ番号の人とペアになってね。あと、番号は見張りの順番も兼ねてるんだよ。ありがとう、ユウの。じゃあ、各自引いてくれ。俺は1番か。女子の1番は誰だい？私をすっごく認めたくないけどね。なんだ、浅野か。がっかりだな。言うのなら、いろいろとお楽しみもあったかもしれないのに。お楽しみって何よ。お楽しみって言っとくけど、ユーノをあんたの変態の毒牙にかけたら問答無用で殺すから。私は3番だわ。イルカ、バイトさん、どっち？3番は我が輩だ。夏美先生と一緒に見張りができるなんて実に光栄だな。イルカね。ま、使えないバイトさんよりは少しはマシかもしれないわ。よろしく。じゃあ、レイジ君はユーノと同じ2番だね。見張り一緒に頑張っちゃおう。これでペアと順番が決まったな。俺たちのペアから見張りを始めるから、まあ2時間ぐらいで交代かな。何か異変が起こったらすぐにみんなを起こすように。じゃあ、残りのメンバーは時間が来るまでしっかり体を休めておくこと。
いいね。来たか。じゃあ交代してもらおうかな。とりあえず今のところ異常はなしだ。私も休ませてもらうわ。さすがにもうヘトヘトだから。この変態の相手をしていたおかげでね。レイジ君はユーノと一緒か。ラッキーじゃないか。ま、せいぜい二人っきりの時間を楽しんでくれたまえ。何か間違いが起こったとしても、若さゆえの過ちってことで、みんな許してくれるはずさ。私は許さないわよ。もしそんなことになったらレイジ、あんたを隅田川に沈めてやるんだから。浅野さん、大きな声を出さないでくださいよ。怪物に聞こえちゃいますから。というか、オワリさんの言うことを真に受けないでください。言うのに何にもしないわね。しませんって。この状況でどうこうしようなんて考えるほど僕は節操なしじゃありませんから。じゃあこういう状況じゃなかったら言うののことどうこうするつもりなのね。違いますって。今のは言葉のあやです。ほんと大丈夫ですから。ユウノ、何かあったら私に連絡するのよ。お姉ちゃんがすぐに駆けつけてあげるから。それじゃあ二人とも、あとは頼んだよ。無理しないようにちゃんと準備してきたんだよ。じゃじゃーん、コーヒー味のかき氷だよ。大丈夫だよ。レイジ君にもかき氷分けてあげるからね。ミルクと砂糖を4対2の割合でブレンドした特製のコーヒーなんだ。とっても甘々だよ。甘いものには心をリラックスさせる効果があるし、コーヒーには眠気を覚ます効果があるから、夜の見張りにはぴったりでしょ？確かに、なんだかすっきりとして、落ち着いた気分になりました。やっぱりユーノさんってすごいですね。ユーノがすごい？どこが？こんな状況で、明日どうなるかもわからないのに、
しかも怪物が襲ってくるかもしれないっていうのに、それなのに少しも怖がらずにいつも通りの自分らしさを貫き通せるなんて本当にすごいことだと思います。それはレイジ君の誤解だよ。ユーノだってすっごくすっごく怖いんだから。でもね、なんか不思議なんだけど、みんながいるからきっとなんとかなるんじゃないかなって、そんな風に思えるんだよ。思えるっていうか信じられるかな。みんなが一緒だからきっと大丈夫ってユーノは信じてるんだ。もしユーノ一人っきりだったらきっと怖くて今頃泣いちゃってると思うんだよ。ユーノ弱虫だからね。ユーノさん、そうですね、確かにみんなが一緒だと心強いですよね。オワリさんは普段はあんなでもなんだかんだとリーダーシップを取ってくれますし、イルカさんは時々意味不明ですけどおかしなことを言って場を和ませてくれますし、夏美さんは正直言って何を考えてるのかわからないところもありますけど、それでも一番冷静で的確な意見を言ってくれますよね。それから忘れちゃいけないのが浅野さんです。ちょっと乱暴なところもあるけど、ユウノさんのことを大切に思ってていつも守ろうとしてるのがわかります。確かにこれだけのメンバーがいれば心強いですよ。レイジ君、大切な人のこと忘れちゃってるよ。大切な人？それはもちろんレイジ君本人のことです。僕？うん、そうだよ。他のみんなだけじゃなくてレイジ君も一緒だからユーのいつもの調子でいられるんだよね。でも僕なんて何もできませんよ。どこにでもいるような普通の大学生で、ジャッジメント7でも雑用専門のアルバイトですし。やれやれだよ。レイジ君ちっとも分かってないんだね。レイジ君のことジャッジメント7に誘ったのってユーノだったよね。覚えてる？実はレイジ君の前にも何人も声をかけて基地まで連れてったんだ。中にはバイトをしてくれるようになった人もいるんだよ。でもね、みんな3日も持たなかったかな。ある日突然来なくなっちゃうの。何にも言わないでいなくなっちゃうんだ。でもレイジ君だけは違ってた。3日経っても4日経っても1週間経ってもいなくなったりしなかったよね。どんなに無茶なこと言われても、どんなに大変な目にあってもいなくなったりしなかったよね。レイジ君は自分のことをどこにでもいる人だってそんな風に言うけどさ、今レイジ君がいるのはジャッジメント7でしょ。だったらどこにでもいる人なんかじゃなくて、ユーノたちのそばにいてくれる特別な人なんだよ。そんなレイジ君だからユーノは安心できるんだ。
ジ君、顔が赤いよ。どうしたの？なんでもありません。本当？うわぁ、やっぱり暑いよ。具合悪いなら無理しちゃダメだよ。だけじゃちゃんと熱が測れないな。レイジ君、ちょっとおでこ貸して。え？ちょっと待ってください。本当に具合が悪いとかじゃないんで。大丈夫？本当に大丈夫ですから。そっか、それならよかった。ユウの心配しちゃったよ。それじゃレイジ君、見張りを続けよっか。交代の時間までファイティングだよ。レイジ君？おお、やっと起きたかい？おはよう。ユウノから連絡があってね。朝食を作ったからどうぞってことだ。君も一緒にどうだい？はい、お供します。イルカはもう少し寝かせておいてやろう。夏美と一緒に明け方まで見張りを続けてくれたはずだからね。ちょっと待て、浅野、どうしてお前がキッチンに立っている？はあ？見てわからないの？朝ごはん作ってるからに決まってんでしょ。あれ、イルカと夏美は一緒じゃなかったの？ああ、あの二人はまだしばらく寝かせておいてやろうと思ってね。見張りも3番目だったからさ。ああ、なるほどね。そりゃ確かに起こしたら気の毒ね。分かったわ。二人の分は作り置きにでもしとくわ。世界さんとレイジ君はソファーに座っててね。もうすぐできるから。
りして私の顔を見んのよ。そうよ、こっちの真っ黒な方は私が作ったのよ。なんか文句あるわけ？いや、別に文句はないが、疑問ならあるぞ。これ、誰が食べるの？いいわよ、こっちは私が責任持って食べるから。じゃあもう一つはユーノが食べようかな。ユーノ、あんたは自分で作った方を食べなさい。オワリかレイジのどっちかが私の作ったのを食べるのよ。浅野さん、いただきます。自分で言っといてなんだけど、レイジ、あんた本当にいいの？こんな見た目だし、どうしても無理って言うなら別に食べないで捨てたって。いえ、全部食べます。せっかく浅野さんが作ってくれたんですから、捨てるなんてもったいないですよ。レイジ、あんた。レイジ、あんたよく言ってくれたわ。そうよ、捨てるなんてもったいないのよ。お姉ちゃん、レイジ君の言葉がすっごく嬉しかったみたいだよ。きっとあれを全部持ってくるつもりなんだよ。はい、
どうぞ全部食べてよね。レイジ、全部食べてくれるのよね。レイジ君、ファイティングだよ。いやー、さすがはレイジ君だよ。俺にはとてもじゃないが真似はできないね。いただきます。それじゃあまあ、昨夜の見張りの様子でも聞くとしようか。騒ぎが起きなかったから大丈夫だったってことは分かってるけど、一応ね。まずは私たちからね。特に何にもなかったわ。静かなもんよ。この変態以外はね。下ネタしりとりはお気に召さなかったかい。じゃあ続いてレイジ君、言うの。二人は何かあったかい？いや、特に何も異常はありませんでした。うん、あんまり静かだったからレイジ君とたくさんお話ししちゃった。星とかも見ちゃったし、楽しかったな。レイジ、あんた、うちのユーノと楽しい思いをしたみたいじゃないの。そこんとこ、後でゆっくり聞かせてもらうからね。我が輩たちも特に異常なしだった。我が輩の体からほとばしるホーリーウェーブが怪物を寄せつけなかったと考えるのが順当だろう。ほほほ。さてと、みんなの報告を受けた上で俺から提案があるんだが、いいかい？このまま基地に閉じこもっていても仕方がない。状況を詳しく知るためにも浅草の町に出てみようと思うんだが。あの怪物と戦うつもり？そんなのごめんだわ。いやいや、いくら俺でもあの怪物の相手をしようなんて思っちゃいないよ。あくまで目的は浅草の調査だ。まずはロープレマップ現象の検証だな。現象の起こる境界線はどの程度にまで及んでいるのか、またどこかに穴はないのか、ついでに町の人は一体どうしているのか、そのあたりを調べてみようと思ってね。どうだろう？なるほどね。それなら外に出る価値はありそうね。案外抜け穴なんかがあってすんなり町を出られるかもしれないし。はい、ユーノも賛成だよ。今後のことも考えて空いてるお店はチェックしておきたいしね。でもまたあの怪物と遭遇したらどうするの？何、固まって行動すれば大丈夫だろう。それに夕べの様子から見てどうやらあっちはさほど素早くは動けないようだ。うん、我が輩のスーパーフラッシュダッシュを発動させれば恐るるに足りぬということか。それじゃあ10分後に基地の前に集合だ。おのおの武器として使えそうなものを見つけて持ってくるように。あの、オワリさん、武器として使えそうなものなんてちょっと心当たりがないんですけど。よし、わかった。
君には俺が秘蔵しているとびっきりの武器みたいなものをもとい、武器そのものを貸してあげようじゃないか。あれさえ使いこなせれば怪物なんて恐るるに足りないよ。何って、とびっきりの武器じゃないか。君のために物置を漁って見つけてきてやったんだよ。感謝してほしいものだね。確かに武器には違いありませんよ。でもこれ、どうやって使いこなせって言うんですか。男なら、ブルートリーに憧れてヌンチャクの練習ぐらいしたことがあるだろう。それはもっともっと上の世代の話ですよ。ヌンチャクなんて手にしたのも生まれて初めてですから。つべこべ言わずにやってみればいいじゃん。案外うまくいくんじゃないの。レイジ君のヌンチャクさばき、ユウの見てみたいな。レイジーよ、考えるのではない、感じるのだ。さすればゴッドリーが貴様に力を貸してくれようぞ。いいから試しにやってみなさいよ。はあ、いった。若いんだし、せめてもう少しやってくれると思ったんだけどね。ゴッドリー降臨の儀を行わなかったのだ。ま、この程度だろ。情けないわね、レイジ。でも、ちょっと面白かったからよしとするわ。レイジ君、ユーノのモップと交換しようか。 いえ、大丈夫です。この武器で頑張ってみます。ま、無茶なアクションはせず、適当に振り回すぐらいにしておくように。自分で頭を打って KO なんて笑い話にしかならないからね。それじゃ、浅草の街の探索を始めようじゃないか。各自くれぐれも注意を怠らないようにね。武器は持ってるが、夕べの怪物が現れたら無理して戦おうとせず、さっさと逃げること。じゃあ、そういう感じで行こうか。とりあえず怪物の姿はなさそうだな。それじゃ、本来の目的であるロープレマップ現象について検証してみようか。
このロープレマップ現象は思った以上に手強いようだね。まあ、町の様子とロープレマップ現象の範囲が大体分かったんだ。一旦基地へと戻るとしようか。我が輩の腹に住み着く魔界の虫どもが暴れ回っておる。かえって供物を与えてやらねばなるまいな。イルカさん、どうしたの？いや、向こうから誰かが来るのだ。私はエロリー。よろしくね、パチクリン。あなたは一体、それに勇者様ってどういうことですか？まあまあ、可愛らしい坊やね。そんなに固くならないで。お姉さんがちゃんと説明してあげる。あなたたちはあの陰獣ベロベロスを倒すために現れた勇者様たちなの。ぜひともあなたたちの力であの陰獣を葬ってほしいのよ。ベロベロスとは、あの触手のある怪物のことか。え、そうよ。あれがベロベロス。あの怪物を倒せるのは、勇者であるあなたたちだけなんだから。ねえみんな、私ちょっと気づいたことがあるのだけど、彼女の格好に見覚えはない。それにエロリーとベロベロスって名前にも聞き覚えはないかしら。あぁ、思い出したわ。エロリーってシンクロダイブにちょっとだけ出てきた NPC じゃない。ベロベロスって名前、ユウの覚えてるよ。同じシンクロダイブでボツになった敵キャラにそんな名前のモンスターがいたよね。おお、そうだった。道理で妙な親近感が湧くと思ったわけだ。しかし見事なまでの再現度だね。何より素材が素晴らしい。これほどのものを持ってる女性はなかなか。よし、君を我がジャッジメント7の公式コスプレイヤーに認定しようじゃないか。コスプレなんて言われるとは心外だわ。エロリーは正真正銘、本物のエロリーニューニューよ。ふんふんふん、ならばこの問題に答えられるかい？これは公式には発表していないエロリーの設定だ。正解が分かったならば、君を本物と認めよう。エロリーの好きな果物は？ 1. メロン、 2. バナナ、 3. リンゴ。さあ、どれだ？正解は2番。でも、ただのバナナじゃ私は満足できないわ。青臭くって見てるだけで昇天してしまいそうなのじゃなきゃね。正解だ。完璧な答えだ。じゃあエロリーの必殺技を見せてもらおうか。
これはゲームの方には実装できなかったから普通のユーザーが知っているはずがない。必殺技2つあるけど今ここでできるのは片方だけね。むきゅー、私転んでしまいました。間違いない、それはエロリーの必殺技。唐突に転んでセクシーポーズを見せるハプニングタイムではないか。どうやら君は本物のエロリーニューニューで間違いないようだ。自分がクリエイトしたキャラと対面できるなんて実に嬉しいね。ちょ、終わり、そんな簡単に信じちゃっていいわけ？ゲームキャラが現実に現れるなんてそんなの普通じゃないわ。それを言ったらこの浅草の街から出られない状況だって普通とは言い難いだろう。ごさい、何でもありってことでいいんじゃないか。そうよ、つまらないことを言ってせっかく盛り上がっている私たちに水をささないでもらえます？エロリー、あなたのデザインにはほんと苦労させられたのよ。変態からのリテイクの嵐もすごかったから。はい、おかげで私こんなにセクシーになれました。とってもとっても感謝していますわ。エロリーちゃん、おっぱいすごい。ねえねえ、サイズは？120センチのアイカップ。興味あります？あなたになら触らせてあげますわよ。ちょっとちょっと、あまりに態度が違いすぎない？どうして私にだけそんなそっけない態度なわけ？浅野、そこのところは仕方ないんだよね。エロリーは最高の爆乳キャラとして俺が設定を作ったからさ。だから胸の小さい女性を軽蔑する性格にしちゃったんだよね。こりゃ傑作だ。あたのせいく。やるな朝野、だがそれ式で俺を昇天させようなど100年早い。この俺を昇天させたいのならせめてエロリーレベルの爆乳になって、あんなことやこんなことをしてもらわないと。この変態が、それ以上言うならその口を二度と開けられないようにしてやろうか。でもでも、言うのはわかるけど、どうして夏美まで大丈夫なのよ。あんただって私とそんなサイズ違わないでしょ。浅野、あなたと一緒にされるなんて心外だわ。私、こう見えても気痩せするタイプだから。それに、エロリーのキャラデザをやったのは私、いわば彼女の生みの親みたいなものだもの。尊敬されるのは当然だわ。なんかものすごく悔しいわね。まあまあ浅野、胸の大きさだけが全てじゃないぞ。世の中には貧乳好きというニッチなニーズがあるのだ。やかましい。ジャッジ、でもエロリー登場のおかげではっきりしたな。どうやらこの閉鎖された浅草では俺たちが開発したゲームの内容が現実となっているようだ。ならばこのゲーム的な展開を前向きに楽しんでしまおうじゃないか。そもそもとして忍獣ベロベロスを倒せるのは奴を生み出した俺たちだけだろうからな。もちろん賛成だ。正解。
我が輩は前々からこういったシチュエーションに憧れていたのだ。はいはい、ユウノも頑張ります。みんなが一緒なら絶対に勝てるよね。そこの胸しかないような NPC は気に食わないけど、ベロベロスをどうにかするのは賛成よ。あんなのがいたんじゃおちおち外も歩けないわ。ベロベロス、あまりの出来栄えに私自らボツにした敵キャラよ。その恨みで化けて出てきたとでも言うのかしら。どのみち私が生みの親であることに変わりはないわね。きっちり引導を渡してあげなくてはならないわ。わかりました。僕も精一杯頑張ります。よし、ならば予定通り一度基地へ戻るとしよう。古いデータや資料を漁ってベロベロスの情報を集める必要もあるしな。伝説の勇者様と一緒だなんて、わお。私なんだか興奮して胸がドキドキしてきたわ。誰か触って確かめてみます。よし、そういうことなら俺が。触るな、さっさと歩け。エロリーの第二の必殺技。違うの、これはあれじゃないのよ。だエロリーは白くてトロトロした食べ物を顔や胸元にこぼしてしまう特技を持っているのだよ。まあ見ていたまえ、エロリーの決め台詞が出るぞ。おお、あのセリフだな。違うの、これはあれじゃないのよ。でもあれみたいに熱くてねっとりしていて、エロリーおかしくなっちゃいそうだわ。出たー、完璧だ。まさかこのセリフを肉声で聞ける日が来るとし、なんか変な気分に なっちゃうかも。拭いとけ。我が輩が前に待ちてもらったティッシュだ。ありがたく使うのだぞ。人が死ぬほど恥ずかしい思いをしてこんなバカなことしてみせたのに、ちょっとぐらい盛り上がりなさいよね。無駄な努力ですね。あなたの洗濯板ごときの胸でこの技を使ったところでただ痛々しいだけですよ。せめてそちらの肩ぐらいの胸の大きさはありませんと。よくわかんないけど、ユウノも同じことすればいいのかな。やらんでいい、っていうかやっちゃダメだから。こんな胸だけが取り柄の NPC は放っておいて、さっさとベロベロスを倒しに行こう。
浅野、流行る気持ちはわかるがちょっと待て。何のために基地に戻ってきたと思ってるんだい？昼飯のためだけじゃないんだよ。古いデータや資料を見返してベロベロスの弱点なんかを探るためじゃないか。ああ、言い忘れてたけど、ベロベロスが現れるのは夜のみよ。昼間いくら探したって見つかるはずがないわ。なるほどね。だったらなおさら夜になるまでに準備を整える必要があるわね。と言ってもボツになったキャラだから資料を探すのにも苦労しそうだけれど。そもそもどうしてボスになったんですか？簡単な理由よ。変態に言われた通りにリテイクを繰り返していったら、あまりに卑猥で悪趣味なデザインになったからよ。あんなのが実体化しているのかと思うと身の毛がよだつわ。早くこの世界から抹消しなくてはならないわね。この世界、今更なんですけど、これって現実なんですよね？まあ、難しいことを考えるのはやめにしないかい？ここがどんな世界であれ、ベロベロスという脅威にさらされていることに間違いないからね。ベロベロスを倒してしまえば、この不可解な現象も終わるかもしれないし、とりあえず今はできることをやろうじゃないか。午後からの行動を決めようか。俺とイルカ、それから夏美はベロベロスに関する情報を徹底的に集めよう。作ったのはだいぶ前だから探すのも大変だと思うが、 PC やサーバーにはまだデータも残ってるだろう。確か紙資料も倉庫にしまった覚えがあるしな。私は何をしましょうか？エロリーはゲームキャラ具現化の貴重なサンプルだからね。オブザーバーとしてここに残ってくれるとありがたいかな。わかりました。ではそうしますね。皆さんお疲れになったらエロリーがムニュムニュしてあげますわよ。お、あの伝説のムニュムニュか。それはぜひともお願いしたいものだね。お願いすんな。夏美、変態のこと見張っといて、その NPC にムニュムニュなんてさせようとしたら遠慮なく蹴飛ばしてやってちょうだい。わかったわ。私も自分がデザインしたキャラにそんな汚らわしいことをさせたくはないものね。あの、ムニュムニュって一体何なんですか？あら、坊や、ムニュムニュに興味あるのね。私のこのバストで頭を挟んでムニュムニュっと前後左右に動かす、それがムニュムニュよ。あまりの気持ちよさに大興奮、焦点してしまうこと間違いなしよ。坊やも試してみる。いえ、遠慮しておきます。あら、そう、残念ね。ねえ、世界さん、ユーマたちは何をすればいいかな？ああ、レイジ君、浅野、ユーノの3人は食料の調達に行ってくれないか。基地の備蓄もそろそろ底をつきそうだしね。エロリーの話じゃ、昼間はベロベロスも現れないらしいし、行くなら今のうちだと思うんだ。そうね、このまま基地に残ってたって私たちにはやることもないし、そうさせてもらうわ。ユーノ、レイジ、行くわよ。はーい。
わかりました。すみません、誰かいませんか？これじゃお買い物できないよ。お金とメモだけ置いとけば問題ないでしょう。そうですね、人がいるコンビニを探す方が大変そうですし、そうしましょう。これだけあれば足りますかね。まだよ、肝心なものを忘れてるわ。はい、これ持って。浅野さん、こんなに飲むんですか？当たり前よ。っていうか飲まなきゃやってらんないし。さっきはあの無駄乳 NPC のせいでとんだ恥をかいたわ。ラーメンのスープも熱かったしさ。まあまあ浅野さん、今日はパーッとやりましょう。あんなことなんて忘れるくらい騒いじゃえばいいんです。ああ、もちろん僕はコーラでの参加になりますけどね。レイジ、あんた分かってるじゃない。こういう日はね、ビール飲んでサキイカをつまむに限るのよ。それじゃ今夜はレイジにとことん付き合ってもらおうっと。そうと決まれば、おつまみも買い足さなきゃ。レイジ、そのカゴちょっと貸しなさい。サキイカだけじゃなく、カッピーも外せないし。あ、ただの柿の種でよかったら、僕の机の引き出しに大量のストックがありますよ。ただ、ピーナッツは入ってないですけど。何よあんた、ピーナッツ否定派なわけ？だったらピーナッツだけ買って混ぜちゃおうっと。他にもおつまみおつまみ。なにこれ、重っ。持てないし。レイジ、ぼーっと見てないで手伝いなさいよ。はいはい。うまっ。ちょっとあんた、私の大事なビールとおつまみを落とさないでよ。浅野さん、いくらなんでもこれは入れすぎですよ。持ってきたお金で足りるかも分かりませんし、少し減らしましょう。できれば僕がぎっくり腰になる場合に選んでもらえると助かります。まあそうね、こんなに買ってもいっぺんには食べきれないし。分かったわよ、欲しいものだけにするわ。その代わり一つぐらいあんたの好きなの買ってあげる。今夜付き合ってもらうしね。浅野さん、ありがとうございます。僕はおつまみに詳しくないんで、ぜひおすすめを聞かせてください。私のおすすめはね、このソフトサキイカよ。噛めば噛むほど味が出て美味しいんだわ。そう、私みたいにね。お姉ちゃん、レイジ君、お会計するよ。はい、今行きます。
ほう、なかなかうまいじゃないか。ひょっとしてルーはブレンドかい？ピンポーン、大正解。黄金カレーとマルコクカレーのルーを3対3でブレンドしてみたんだ。浅野が作るって聞いた時は正直心配だったけれど、ちゃんとできてるじゃない。当たり前でしょ。カレーぐらい私だって楽勝で作れるわよ。我が輩、カレーは辛口派だが、これは決して悪くない。甘さの中にも深いコクが隠されている。デリシャス。はあ、カレーを食べたら体がほてってきちゃったわ。ちょっと脱がせてもらうわね。おお、これは。ちょっとあんた、何いきなり脱いでんのよ。まあ、なぜ怒っているの？あなたの体じゃ殿方を納殺できないからって、やきもちでも焼いてるのかしら。うわ、エドリーやめなさい。こんなところで脱ぐなんて、生みの親である私が許さないわ。いや、やめて。卑猥な声を出すんじゃない。さ、いつまでものんびり夕食タイムってわけにはいかないわ。ベロベロスについて何か分かったことがあったなら教えてちょうだい。それがね、何分随分と前のことだしね。そもそもボツになったモンスターだから、なかなか資料が見つからなくってね。わお、どうやら我が輩の出番のようだな。我が輩が前に使っていた PC のハードディスク内を捜索すること数時間、ついにベロベロスに関する設定メモを見つけたのだ。おお、それでどんなことが書かれていたんですか？もったいぶらないでさっさと教えなさいよ。皆の者、とくと聞くがいい。ベロベロス、本当の名前はベロール・ベロベロッサ・シュテルクスト4世、元は人間の王子だ。生まれながらに高い魔力を持っていたベロール王子だが、正当な王妃の息子ではなかった。彼の母親はシュテルクスト3世の側室であるジェシカ。彼女はかつて北の地カルテツオーネの魔女と恐れられ、魔導戦争においてエーデルシュタイン騎士団と戦いを繰り広げた生きる伝説とも言うべき最強の魔女。そんな魔女を母に持つベロール王子は、正規である義理の母とその側近の魔導士バンスにより暗黒世界シュバルツハイデへと脅されてしまうのだ。そこでベロール王子を待っていたのは。ちょっと待ってください。そういった深い裏設定はいいですから、なんかこう他に役に立ちそうな情報はないんですか？簡単な倒し方とか決定的な弱点とか。レイジ、あいにくそのあたりは我が輩の管轄ではない。すべて世界に任せていたからな。そうだったっけ？いや、全然覚えてないね。
この役立たずの変態が！あんたの脳内メモリーにはエロいことしか残らないんか！エロリー、君は何か知らないかい？ NPC として重要なセリフを託されてるとか。重要なセリフ？あら、お疲れのようね。ムニュムニュしてあげますわよ。作り手が作り手なら NPC も似たようなもんね。胸が大きいだけで何の役にも立たないじゃない。ほら、自分の胸が小さいからって私をひがまないでくれます？な、私は別にひがんでなんかない。はいはい、せめてムニュムニュの一つぐらいできるようになってから意見してくださいね。ムニュムニュぐらい私にだってできるわよ。必死に寄せて集めれば。いくら寄せて集めたところでさすがに無理があると思いますけど。確かに今は無理かもしれないけど、でも1ヶ月後には分かんないわよ。今日から毎日牛乳を飲み続ければね。お姉ちゃん、牛乳なら中学の時からずっと飲んでるよね。でも胸じゃなくて背がぐんぐん伸びちゃって、ついたあだ名が電信柱。言うの、あんたはちょっと黙ってなさい。まあまあ、それぐらいにしたらどうだい。今はベロベロス攻略について考えようじゃないか。実は俺なりにいろいろと考えてみたんだけどね、そんなに恐れる相手でもないんじゃないかな。最終的にボツにしたぐらいだから、ストーリー進行には関わらない雑魚キャラだったわけだし、多分なんだけどそんなに強くはないような気がするんだ。というわけで今晩ベロベロス討伐作戦を実行しようと思う。各自準備をしておいてくれたまえ。今夜いきなり？本当に大丈夫かしら。大丈夫大丈夫、いざとなったら走って逃げればいいだけだしね。気楽にチャレンジしてみようじゃないか。この時間ならベロベロスも活動を始めているはずよ。いざ決戦の時ね。そういうあんたは手ぶらじゃない。ベロベロスが現れたらどうするつもりよ。もちろん応援に決まっています。あなたにはできないようなセクシーなダンスでみんなを元気づけるつもりよ。ほらこんな風に。何いやらしい目でそのバカ NPC の胸を見てんのよ。あなたの胸では見てもらいたくても見てもらえませんものね。とってもお気の毒。大きいからって調子に乗らないで。そんなの将来垂れるだけじゃない。ちっとも羨ましくなんてないもん。ビーッて。
そこ、遊んでないでそろそろ出発するぞ。いつベロベロスが現れるかわからないからな。油断しないように。あらん、とうとう見つけちゃいましたわ。皆さん、ベロベロスの登場よ。全身キモッ！